やばたにえん。アテネさん、待望のゲームですよ。いや何か、アテネがやるのを待ち望んでたやで。と、ファンの声もいただいております。待って、待ち望んでたかは一旦置いとくとして、ゲーム情報が一切ないよ。まあ、簡単に説明しますと、窮地の少女たちを救ってください。オッケー、簡潔すぎる。少女たちを助けるゲームってことね。はい、そうです。それで一応聞いておくんだけど、ゲームジャンルは？はい、お答えできません。なんでだよ、その答えが一番の答えなんだよ。いいから答えろ。こちらのジャンルはですね、脱出ゲームとなっております。はい、答えたから始めよう。ちょっと待ておい。脱出、それ以外は。始めやがった。あ、読まなくても大丈夫だよ。読むに決まってるでしょ。ほとんど説明されてないんだから。ふんふんふん。アイテムをうまく使っていくと、次。はいよ。なるほどなるほど。いや、ページ数多いな。しっかりと読破しておくやで。意外と重要なことが書かれてるかもだからね。次。あんたのペースで進めるな。ごめん。特定の行動で、ステップが増加する？ああ、これ重要なやつだ。動くのも慎重にってことか。お、ヒント要素もあるなんて親切ね。裏を書くと、ヒントが必要なほど難解ってことやで。確かに。複数のエンドが用意されてると、どのエンドを迎えるかは、あなた次第。そんなわけでゲームが始まります。どうしたらいいの？厳重そうな入り口があるけど。まずは玄関を開けるための鍵が必要なのか。何もできないのかやで。クリックしてはいるけど、うぎゃー。動いた。しかも下にアイテムがあるよ。あ、ほんとだ。これってまさか玄関の？いや、もしかしたら違う可能性も？ないだろ。どう考えても玄関の鍵だろ。こんな簡単に手に入るなんて、意外と簡単なんじゃないか？なんだ、サクッとクリアできちゃう？後にあんな悲劇が起こることを、この時のアテネは知る由もなかった。うるさいよ。ほら、玄関も開いたし。でも、先に左右を見といた方がいいんでね。それもそうね。じゃあ右の方に行って。アテネアテネ大変だよ大変。なになにどうしたの？奥の茂みだけ、おできが。おでき？待って連打しちゃった。これ、テニスボールやで。なんでこんなところにテニスボールが。いらないか。あーん、仲間になりたそうにこっちを見てたのに。それじゃ左の方行ってみるよ。花壇だ。花壇だねー。まだ左に行けるのか。あれ、別の入り口が開いちゃったんだけどどうしよう？どうしようって、そりゃ、進んでみるしかないよな。まずは左側から制覇していくやで。行ってみるか。これは何の部屋だ？美術展、作品を飾ってる部屋と見た。作品どこ？作品押せちゃった？押したと同時に、色が浮き出てきたやで。そうか、つまりからくりはこうだ。ボタンを押して暗号を読み取れってこと。全部のボタンを押すことで、数字の8が浮き出てくるってことか。よっしゃ、最初の謎解き突破。いや、待って。だから何？だから何って話ですよね。あら、上に行くためのはしごが、どうにかして下ろす必要があるみたいやで。左のドアは、あ、外に出れた。出れはしたがって感じだね。いや、左の塔何もないんですが。本当に女の子がいるのかよ。てか、右の子たちを救うの？そうだよ。多すぎない？ 8 人の少女たちが閉じ込められてるやで。全員を救った暁には、アベルさんは少女たちに囲まれて、でへでへ。それじゃあ、本館に入るわよ。ごくり？おいおい、ロビーのお姉さんどこだ？ちょっと静かにしてよ。ここにあるのは、エレベーターぐらいか。いや、4階まであんのかよ。これは探索が大変そうやで。じゃあ、まずは左の方に。ふむ、ここが受付になってるのね。そしてそこに置かれる受話器。あんまり触りたくはないけど。よかった、繋がらなかった。よくないよ、話が進まないじゃん。絶対に何か起きる流れだったじゃん。別にいいでしょ、何も起きなくて。色が変わったやで。カラフルなランプしてやがるぜ。何色がいいのかよくわかんないから、とりあえず私の好きな色で。ここもまだ放置って感じですな。それじゃ右の方に、冷蔵庫？この中に少女が閉じ込められてるんじゃ？嘘でしょ、そんなひどいことが？違ったね。違って何よりですよ。氷の中に何かが入ってるやで。どうにかして溶かす手段があるのかな？ああ、これってもしかして、コンセントを抜いておけば、時間経過で氷が溶けるのでは？そうじゃん、絶対そうじゃんか。一つ目の謎解き完了。次に戻ってきた時が楽しみね。こんな巨大な氷の塊が溶けるのにかかる時間って。赤色と青色のケーブルが繋がれてる？あ、これ映画とかでよく見る。どちらかのケーブルを切断しないといけないやつじゃないか？なんで次元爆弾方式？どう見たって違うでしょ。巨大な金塊だ。贅沢な作りしてやがる。それより、上の紐が気になるやで。確かに、何かに引っ張られてるよね。
上の階に行けばわかるのかな。さらっと緑色に変えてる。んま、ここもまだ保有だね。これで1階は見て回ったから。2階に行きましょうか。1階にも少女の姿はなしと、本当にいるのか怪しくなってきたぜ。実は少女はいませんでしたってオチじゃないよな。なんだこれ、動かせた？やっちゃいましたね、アテネさん。完全にやっちゃったやで、これは。何？触っちゃダメだったやつ？てかなんなのよ、これは。いやいや、どう見たってこれ、4つの豆腐をぶら下げる道具じゃん。あ、その道具ね。って納得できるわけないよな。へへ。おお、スクリーン。映画とか見れないかな？そうね、少女もいないし何か見たいね。何のんきなこと言ってるやで。おお、ちょっと、何も映し出されないじゃない？スタッフの方いないみたい。何もできない部屋が多いな。あ、何かが引っ張られてた場所だ。ケーブルが繋がってるから、電力で動く機械なのか。でも電力は通ってない？どうにかして電力を発生させなきゃやで。それじゃ、ここは放っておいて右の方に。女、の子が、何がどうなってるの？おい、ふざけるなよ。なんでスカートが重力に逆らってるんだよ。そこじゃないだろ。この状況がなんだって言ってるんだよ。引っ張られてた正体は女の子だったやで。助けてあげたいけど、どうすることもできないよ。あてね、今ここでヒントを使う時じゃないか。そうか、ヒントがあった。お願い、この窮地の解決策を。生きていて早く寝ればいい。ぬくもりはまだ感じられるのだから。はぁ、知的で真摯なお方だぜ。これが、ヒント？ふざけてるだろ、何も解決に繋がらねえよ、出直してこいや。もういい、3階に行く。電力を供給して、あの機械を動かせれば。エレベーターは動くのに、おかしな話やで。うわ、またよくわかんないやつだ。特に動かせるってわけではなさそうで、ちょっと待って。窓が開くとともにプロペラが動き出した。風の力ってことなのか？困った時はヒントボックスに頼るやで。うん、そうね。怖いからむやみに動かしたくないし。風力発電で発生した電気が、下の階に流れる。あ、そういうこと？つまりこれで下の機械が動くんだ。俺の名推理が当たったってことだ。いつ推理した？じゃあ、この状態で放置して進んでいいのね。なんでまたもや危機的状況に直面してしまったあてね。どのような行動を取るのか、観察してみましょう。カッターが回り始めたら終わりやで。わかってる。今すぐ助けるからね。大丈夫だから安心しててね。どうにかして手錠を外してあげる必要があるが。このレバーは、違うの、本当に違うの。お願い、間違えただけなの、止まってください、お願いします。ああ、おいおい、どうすんだこれ、さっきよりカッターが下に降りてるよ。ステップが進むごとに状況が変化してるやで。わかんないの、どうしたらいいかわかんない。とりあえず当てね、この子を助けるための道具を探しに行くんだ。ここにいても状況は一転しないよ。そうよね、そうだよね。何か、あのカッターを止めるための道具が、何かないの？移動しすぎると最悪の結末を迎えちまう。こんなところにカンヌキが、いや何ができるんだよカンヌキで。どうにかして止められるかもしれないやで。これ以上はステップを増やせないからね。目の前まで来ちゃってる。頑張れカンヌキ、お前ならなんとかできるだろ。そう、あの頃の青春時代のように。本当になんとかできる。はぁ、はまらない、いただきました、ありがとうございます。一歩遅かったやで。ねえ、本当に助からないの？あてね、一度左に行ってみてほしい。いやなんで、頼む。そしたら急いで右に戻る。わぁ、スレスレだー。そんな限界を試す遊びをしてるんじゃないんだよ。どうしたら、これはもう、無理ですね。そんな、もう諦めるしかないやで。いやでも。違うの。一人の尊い少女の命が、なくなってしまいました。いやぐっと、これは悲惨やで。違う。こんなつもりじゃなかった。最初はみんなそう言うよ。でも、取り返しはつかないんだぜ。だって、私は、違う。カンヌキ。そうよ、カンヌキよ。この板が全て悪いのよ。あの時こいつが挟まってくれてたら、確かに、状況は変わってたかもしれないね。とか言いつつしっかりと進行してる？意外と冷静なのかもしれないやで。お前かー。これさえあれば、カッターは止められて。でも、ネジ一つにつきステップも増加してたから、これを取ってる間にあの子は死んでただろうね。そこでカンヌキの出番だったってわけやで。あーごめんね、今すぐ止めてあげるからね。あー？なんとか間に合ったか？アベル。はい、ごめんなさい。救い方はわかったし、やり直してもいい？いや、ここはあえてやり直さないでいこう。最初は、女の子が死んでも継続でさ。救えなかった子は2周目で救うやで。まあ、それもそうね。
あの子はまた今度救うとしましょう。こっちにも、どんどん女の子が出てきたね。さて、この子はどうやって救うのか。今度こそ、慎重に。え、助けられるの？そんなの助けてあげるに決まってる。え？ああ。ああ、違うのー。